ニューヨーク市出身。父親は俳優、母親はハリウッドのキャスティングディレクター。子供時代からテレビ、舞台へ出演し、1980年にブロードウェイデビュー。1985年に映画デビュー。翌年、ショーン・コネリー主演のバラの名前でコネリーの弟子を演じて注目を集める。代表作はトゥルー・ロマンス。 インタビュー・ウィズ・バンパイアでは、前年に休止した、リバー・フェニックスの代役を務めている。拳銃不法所持などのトラブルが多く、ハリウッドを代表する、お騒がせ俳優の一人でもある。1989年には飲酒運転の容疑で、逮捕。1997年8月11日、パーティーでヘロインを服用して、女友達の顔面を殴り、ロス死刑に逮捕された。 この時は、禁錮3ヶ月の判決を受け、59日後に、服役態度良好で釈放されたが、2005年5月30日未明には、ニューヨークの路上で女性に、痴漢行為を働いたとして、再逮捕された。クリスティーナ・アップルゲート、サマン・サマシス、ウィノナ・ライダー、モデルのクリスティー・ターリントンなどとの交際を経て2000年、テレビプロデューサーのライアン・ハドンと結婚。前年に、 息子が2001年には娘がそれぞれ誕生。その後2007年に離婚し、シャロン・ストーン、実業家のタマラ・メロンなどと交際。かつて高校を自主退学したが30代で高卒認定試験を受けて資格を得る。インサイド・ザ・アクターズ・スタジオシーズン15エピソード16-13オクトーバー2008ブラーボー シリーズイコールは必須です。クリスチャン、スレーター・バイオグラフィー。フィルムレファレンスウェブサイト。2011年4月7日、閲覧。ABC、クリスチャン・スレーター。ザ・バイオグラフィーチャンネル。2010年9月20日、閲覧。AB ・ラジャーシーン、マーガレット。クリスチャン・スレーター・ジェイルド・フォード・ラッグ・アソウルト。ロンドン。 The Independent HTTP www.independent.co.uk.news クリスチャンスレータージェイルド・フォードラッグアソウルと -1288032 HTML 2010年9月20日閲覧クリスチャンスレーター痴漢で逮捕されるシネマトゥデイ h t t p c i m e m a t o d a y j p n 0 0 0 6 5 5 6 2 0 1 2年12月1日閲覧。スレーター、ワイフ、アン・オルターケーション ?2003 年11月12日2013年4月8日。閲覧、クリスチャン、スレーター・スプリッツ・フロム・ワイフ・ライアン・ハッドン。 フィメールファースト2010年9月20日閲覧。ありがとうございます。